残念なニュースをお届けするです。先ほど行われた天聖王たちと協議会局長の会合の結果速報です。困ったね。王というのは難しい。天聖王はメイカーがこの世界を救うために召喚したのだろう。それなのに戦いを拒否するとはね。いや、空気読まない連中だとは思ってたけど、ああいう空気を作るとは思わなかったぜ。どうします、先輩。どうするったってよ、お前。そりゃどうしたもんかね。ちょっと王とのやり取りの録画を確認してみるか。世界の救済など興味はない。どういうことですか、クロード様。俺に二度も同じことを言わせるつもりか。興味がないから戦うつもりもない。簡単なことだろ。しかし実際にエネミーによる被害は出ており、このままでは世界が滅んでしまうのです。それがどうした。世界などいつだって滅びる、そういうものだろう。しかしあなた方はこの世界を救うためにメイカーが使わした王だ。それはメイカーとやらとお前たちの都合だ。俺には関係ない。わかる。うちも戦うのめんどくさいな。アディはアドルフと一緒にいたいだけですの。ならばあなた方は民のために戦わないというの。そうだ、皇族としての責務を無視するというのか。なってないぞ、クロード。ならばお前たちはその責務とやらを果たすがいい。俺はその無様に踊る様を眺めていてやろう。そういえばあなた、昨日の転生直後の戦闘でも戦っていなかったわね。あら、実は戦えないのかもしれなくてよ。恥ずかしがらず、はっきりそう言えばよろしいのに。ずいぶんと煽られたな。どうだ、クロード。構わぬさ。君は君の好きにしたらいい。私は面白そうだからしばらく付き合うかな。我が輩ちゃんも励んじゃうよ。欲望の赴くまま、気の向くまま、ガンガンやっちゃうよ。他人がどうするかに興味はない。俺は俺の目的のためにエネミーと戦うだけだ。滅びがこの世を覆うのは明らかじゃ。クロードたちがやらぬのだとしても誰かがやらねばなるまい。世界が滅びる前にエネミーを研究して解明したいね、僕は。あら、ゴエティアは研究ができればそれでいいの？欲がないのは素敵ね。お互いが障害にならないもの。サティスは何やら野望があるようだ。おや、マクシムスは様子見って口かい？いいね、おとなしくして私の邪魔はするんじゃないよ。そんな言い方怖いわ、コンスタンス。一緒に頑張りたいな。私たちの民のためよ。民を守るために戦いに身を投じるのは実に騎士っぽい。うん、戦が楽しみだ。あらあら、あなたの楽しみのための戦ではないのよ、ザン。王として民を導く者として前に立つのが私たちの役目。お堅いなあ、カマラちゃんは。適当にエネミー倒して、ついでに世界も救って、報奨金がっぽりでしょうね、マーニャ。あなたと一緒にするな。エネミーに頭から食われろ。同感だ、ハリー。お主本当は世界を救う気などないだろう。ミコは仮面があるときは厳しいね。ハリーは適当でだらしないだけだから、許してあげてほしいな。ひどっ。もう話はおしまいで構わないかしら。私も積極的に戦いたいわけではないんです。失礼しますわね。アディも疲れちゃったんですの。ごめんなさい。あ、うちも行く。この話めんどくさいんだもん。世界を救うのはみんなにお任せしてもいいよね。お願いするね。救済を歌うお前たちのお手並みを拝見するとしよう。ではな。あ、
お待ちください。放っておけ。奴らは貴様らの話など聞かぬぞ。でもそれじゃあ困る、マス。そうであろうな。だが我らは王だ。命じるのは好きだが、命じられるのは好まぬ。バージニア様はこの世界を。さてどうだろうな。我と利害が一致している限りは同じ道を進むだろうさ。今のところはな。この後王たちはみんな部屋を出て行ったわけです。なんとかなるかな。どうだろうな。人の話聞く気はなさそうだけどね。それは困る。なんとかしないと。正面からお願いしても聞いてもらえないのであれば別の手を使うしかないわね。別の手と言っても誰が説得できると言うんだ。無理、説得が効く相手じゃない。まあな、王ってのは尊大な生き物だし。こちらの都合で押し込んでも響かないというわけね。では下手に出てみたらどうかしら。つまり、お世話係に頑張ってもらうとか。うまくいくといいんだけど。うまくいくことを願うしかないんじゃないかね。我々はこの後も事態の流れを追っていきたいと思います。ではあなたには望みはないというのかしら。